本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうだね。世界に誇れる日本の技術があることは喜ばしいことだな。気になるのは具体的にどんなところがすごいのか、というところだぜ。そうだね。今回は最新鋭潜水艦である桜竜、桃竜について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海自の最新鋭潜水艦桜竜の引き渡し式が行われたよ。この桜竜は、双竜型潜水艦の11番艦で、母港は広島の呉基地となっていて、日本の広大な領海を防衛する新戦力として実戦配備の日を迎えたというわけだね。呉といえば海軍基地として有名で、大ヒットしたアニメこの世界の片隅にではあの大和の勇士が呉港に浮かぶシーンもあったよな。余談だが、太平洋戦争末期、アメリカは原爆を呉に落としたかったそうだが、天候の問題で広島に落としたらしく、軍港である呉を狙ったというのは当然とも思えるぜ。さて、その桜竜のデータを紹介するんだけど、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされ、通常動力型潜水艦としては世界でも有数の大型と言われるほどの仕様になっているんだ。双竜型潜水艦は10番艦まではディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛製の蓄電池を併用した推進方式を採用していたんだけど、11番艦桜竜はディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式を採用したため、かなり大きく変更したということになるよね。ここで気になるのが桜竜の速力だが、公表された値は水上で13ノット、水中で20ノットだから、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないことに気がついた方も多いだろうな。ここで再確認したいんだが、そもそも現在の潜水艦という兵器の位置づけが、最重要軍事機密に該当することは言うまでもないよな。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されてしまうような正確な数値を公表するわけはなく、わざと従来艦と違いのない値を公表していると考えるべきではないだろうか。また最新鋭艦桜竜だけでなく、従来の双竜型についても連続潜航可能時間や、最大潜航可能深度など、潜水艦の性能に関する重要な情報は極秘事項として一切開示されておらず、まさに厳重機密扱いということがわかると思うぜ。潜水艦のデータを隠しているのは日本だけではなく、世界的にも同じ傾向だね。だから桜竜の公表値水中速力は20ノットだけど、これは実際の可能速度とは全然違うのではないかと推測する人も大勢いるみたい。まあ、当然といえば当然だよな。データ取得の理由は、水中速度と連続潜航可能時間が明らかになれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう危険性があるからだぜ。人の目に触れず、隠密行動を行う潜水艦にとって活動範囲は絶対に敵に知られてはならない情報であり、特に通常動力型潜水艦においては、絶対に秘密にしておくべき情報と言えるだろうな。実は原子力推進型潜水艦だと、機関部分だけを考えれば理論上、ほぼ無限に連続航行できるということがはっきりしているよ。また原子力を利用した機関は強力だから、水中速力も30ノットは出るだろうというのが一般的な知識だね。だから、原潜は通常型とは逆に隠す必要がなく、むしろ、隠してもバレバレといった方が正しいわけだ。現実的には原潜であっても、それを動かす人間潜水艦乗組員は艦内で生活しているわけだから、彼らのための食料など物資の補給は必要だぜ。狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていく人間のメンタリティの課題など様々あるだろうしね。つまり原潜自体はストップしなくても、中にいる人間にとっては原潜での長期にわたる生活は困難が伴うものってわけ。話を桜竜に戻すんだけど、鉛蓄電池と比べると出力が大きいリチウムイオン電池を採用しているから、10番艦までの従来艦と同じ水中速力とは思えないんだ。瞬間的なパワーは原子力推進型に引けを取らないのではないかと思われるよ。
原子力推進型潜水艦には確かに長所が多く、それを考えると、アメリカやイギリスなどのように、保有している潜水艦が全て源泉である国々が軍事力で優位に立てることは明らかだね。建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を考えなければ、原子力推進型は一番パワーがあり、これに勝てる機関は今現在では存在しないとも思われるから、無敵と言っても過言じゃないよ。例えがちょっと飛躍するが、原子力推進型というのは簡単に言うと、人気アニメ新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関イコール人類の敵とされる人が体内に持っている永久機関のようなものと思われるぜ。つまり、無限に近いエネルギーを発生させることができる仕組みと考えてよいな。永久機関は昔から作りたいとか、作られたが壊されたなど色々と言われてきたけど、はっきり発明されてはいないみたいで、昨今はこの言葉もあまり見なくなったんだけど、人類は永遠はないと考え、永久機関を考えることを止めたのかもしれないね。原子力推進型、通常動力型であるかに関係なく潜水艦の性能のポイントとなるのは最大潜航深度で、どれほど深く潜れるかによって敵の各種ソナーの捕捉から逃れられる可能性が高くなるんだ。言うまでもなく、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難で、潜航深度に対応したソナー等の使用しかできないことを逆手にとって、自分の位置を敵に知られることなく、敵艦だけを一方的に攻撃できることを意味しているよ。要するに敵のソナーより深く潜れば有利で、つまり、敵より深い位置にいれば、下から敵を攻撃できるというわけだな。実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が同じ海中に潜んでいるかもしれないと思えば、自分たちに危険が迫るわけだから、水上艦艇の行動はかなり制限されるはずで、敵の捜索行動を牽制する力があるのは言うまでもないぜ。OU は船体に使われている素材の強度から約600メートル以上の深度まで潜航可能ではないかとも見られていて、それが事実ならば、中国海軍潜水艦の深度が約300メートルだから、かなり優位とも言えるよね。しかし、舞台となるのは水深の深い太平洋ではなく、水深が浅い東シナ海や南シナ海で、ここを中国海軍との対潜水艦船の主戦場と仮定した場合、OU ではオーバースペックではないかという指摘も聞こえてくるみたい。簡単に言うと、ここに OU を出すのはもったいないということだろうな。獅子はウサギを倒すにも全力を出すという言葉もあるが、強力な兵器を惜しんで自説を逃しては元も子もないと思えるぜ。潜水艦のキーポイントである潜航深度以外にも、日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由がもう一つあり、それが静粛性だね。視界が悪い深い海中では、潜水艦の動きは音で判断するしかなく、となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が当然有利ってわけ。OU は、原子力推進型より構造的に優れている部分を極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持った潜水艦になったみたい。OU の静粛性については、中国潜水艦浮上事件が証拠になるかもしれないな。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に中国海軍潜水艦が突然浮上するということがあり、海中に隠れて行動するはずの潜水艦がなぜ浮上したのか、大騒ぎになったが、真相は空示、海自が執拗に追跡したことにより、OU から逃げられないと判断して、仕方なく浮上したと推測されているぜ。要するに、追跡されるまで気がつかなかったということだから、OU の静粛性の凄さの証明ということだろうね。中国海軍の源泉には、数多くの騒音トラブルが発生しているらしいから、秘匿性に関して、OU は世界最高水準の潜水艦と言っても間違いはないと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に、航空自衛隊の基地建設が始まって1年が経過したよね。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようだぜ。うんうん。さて今回は出雲&加賀経由、入港について詳しく解説していくよ。
それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年1月12日付鹿児島の南日本新聞社が、航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載したよ。森林伐採や造成が進み、作業用らしき未舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型専用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということで、道東における基地建設が本格的に進められていると伝えているよ。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定したよね。それに合わせて、道東に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したんだ。馬毛島は大隅諸島に属し、ロケット発射基地として有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2km で周囲 16.5km。島のほとんどが低地で平らな無人島だな。2005年平成17年の国勢調査ではかつて馬毛島を所有していた。タストンエアポート社当時は馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたことから、その時は有人島扱いになっていたようだね。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の艦載機の、陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたんだ。その後、2010年平成22年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案。種子島などにでは地元説明会を開いていたぜ。しかし馬毛島では2011年平成23年に馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生。その他にも滑走路建設などが原因の数々のトラブルも発生したらしい。そのせいで計画が危ぶまれていたが、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として2プラス2の公文書に表記。2018年には防衛省が馬毛島を海事空事用守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけだな。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で建物や施設も増えたから、まるで基地のための町が出現したようだと言っているよ。馬毛島の中央部には建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用とみられる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは、痕跡すらも全く認められなかったんだって。防衛省の計画では基地滑走路は2本、島の北北西から南南東にかけての長さ2450メートルの主滑走路と1830メートルの横風用滑走路だな。この2本がくの字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっているが、現時点では全体像はまだ認められないぜ。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に3本の桟橋など幹線係留施設の設置が予定されているね。こういった桟橋は現在空母化改修工事が進められている出雲型護衛艦。基準排水量19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸入港を可能にするものだよ。係留施設として桟橋のほか、防波堤や消波堤なども建設される予定みたい。馬毛島に大量の物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は沖合1300メートルまで伸ばす予定ということらしいんだ。馬毛島基地のイメージ図には滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が書かれているね。他にも基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空機格納庫に燃料庫や弾薬庫、
桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されているよ。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は横須賀に寄港することになっているぜ。その間、艦載機パイロットは空母から乗り発着ができないんだが、その代わりというか、アメリカ海軍ではパイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているから、平時においてはおおむね年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常だな。訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているらしい。この FCLP は空母が出航する直前に集中して行われています。陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものですが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できるよね。日本での FCLP は当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が厚木基地を陸上基地にしていたから、横田基地なども併用して実施されていたんだけど、両基地とも市街地が近くにあるから、騒音問題が絶えなかったんだ。それで1991年平成3年8月からは横須賀から南に遠く離れた小笠原諸島の硫黄島基地で実施されるようになっていたみたい。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km です。長距離飛行のせいでパイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として、2017年平成29年に空母艦載機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたわけだな。だが、アメリカ軍の経費って日本も分担させられているんだよな。太平洋戦争激戦地だった硫黄島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発なことから、その点の不安も理由にされているんだろう。アメリカ海軍は岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているらしいぜ。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明しているよ。馬毛島を管轄する種子島の西の表市では2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるみたい。ただし西の表紙議会は自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示していて、今後については市長と反対派市議の動きが注目されているんだけど、種子島島の3市町村のうち、西の表市以外の中種町と南種町では今日も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているみたい。防衛省は海上航空陸上自衛隊それぞれに馬毛島での訓練を計画し、常に150から200名の隊員を駐在させる予定にしているな。種子島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになり、馬毛島島内には施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は種子島宿舎から定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているらしい。ということは、過疎が進む種子島で1000人近くの若い世代人口が増えることになるので、地元では地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られるぜ。さらに基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるから、種子島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもいるとか、反対の声が一部にあるとはいえ、種子島島民の総意としては自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているようだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の自衛隊が運用する防衛装備品の中で、海外からの評価が特に高いのは通常動力型潜水艦で、その性能は世界一とさえ言われているよ。特に静音性に関しては文句なしに世界一と言っても過言ではないよな。そうだね。さて今回はそんな海上自衛隊の通常動力型潜水艦に世界が注目している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本においては太平洋戦争後にアメリカを中心とする自由主義の西側諸国と、旧ソ連を中心とする共産主義の東側諸国の対立が激化していわゆる東西冷戦の状態となり、
アメリカの同盟国となっていた日本では自民党の佐藤栄作内閣が、1967年に共産圏及び国際連合決議によって武器禁輸措置を取られている国、及び紛争地域への武器輸出を禁止するとした三原則を策定したんだ。ただしこの時点では、この三原則は他の地域への武器輸出を慎むとの表現で記載されており、当該国や第三国への武器輸出そのものを禁止するものではなかったんだよな。しかしながら、1976年2月に自民党の三木武夫内閣によって、9年前に佐藤内閣が打ち出した三原則に、いくつかの項目が書き加えられることになり、日本からの武器とは本来的に銃や砲などの火器類を指すを搭載していて、そのもの自体が直接人を殺傷する威力があるか、あるいは武力闘争の手段としてのものの破壊を目的として行動する護衛艦、戦闘機、戦車のようなものは、アメリカなどの西側自由主義諸国に対しても日本は全面的に輸出や共同開発などを禁止することが、適用されることになったという経緯があり、原則に輸出禁止と明記されていたものではなく、あくまで政府の解釈という形で堅くなに守られてきたものだったってわけだ。そのため、日本の国内防衛産業が製造する武器は自衛隊が運用するものだけとなり、生産数が少ないことなどで生産コストが高くなることに加えて、防衛費が国民総生産 GNP の 1% という枠にとらわれていたことで、日本の防衛産業は防衛装備品の開発と製造では利益を出すことができなくなり、次第に衰退していくことになったぜ。しかし、この傾向に異議を唱える声が与党自民党内に上がり始め、安倍晋三内閣の2014年4月1日、国家安全保障戦略に基づいてそれまでの武器輸出三原則に変わる、防衛装備品移転三原則が制定されて防衛装備品の海外移転事実上の輸出が承認されたな。この頃オーストラリア海軍では、運用している6隻のコリンズ級潜水艦が、劣悪な騒音が発生することや、故障が頻発することなどで稼働率が低く、その信頼性が極端に低かったことから後継潜水艦の選定を急いでいたよ。日本と同様に四方を海に囲まれて強大な海岸線を持つオーストラリアでは、後継の潜水艦については2009年の、オーストラリア国防白書において定義され、2030年代の戦略環境を見据えたものとして、必要に応じ温海域での作戦行動も実施可能な通常動力型潜水艦の取得を目指すとされたんだ。この後継潜水艦は、オーストラリア周辺海域のみならずアジア地域の軍事力近代化に対応するためとして、これまでの6隻から倍の12隻を取得するとの構想で、任務としては対潜攻撃能力、対水上艦攻撃能力、戦略的打撃能力、機雷敷設及び探知能力、情報収集能力、特殊部隊潜入補助及び脱出支援能力、戦場情報収集支援能力など、幅広い性能が求められたね。オーストラリアはその後本格的な検討に入り、後継潜水艦について既存潜水艦の設計を活かした上での、設計案コリンズ級の能力向上型などや、全く新しい潜水艦の設計を実施する案が検討されたが、2014年当時のオーストラリアのデイビッド・ジョンストン国防相のコメントにおいて、コリンズ級海と新設計案が主に検討されている中で、コリンズ級の焼き直しによる2000トン級の潜水艦では、遠洋に出るにはサイズが小さすぎるとの意見が出ていることなどが示されたみたい。また、新設計の場合にはその原型艦として、ドイツのホバルツベルケドイツ造船 HDW の216型通常動力型潜水艦、214型潜水艦の拡大改良型で4000トン級や、スウェーデンは同国の A26 型通常動力型潜水艦の拡大型などが候補に挙げられ、あるいはフランスから果ている中で、日本の海上自衛隊が運用している総流型潜水艦、2009年収益開始、水中排水量4000トンもまた有力候補に挙げられていて、防衛装備品移転三原則が制定されたことが追い風となって売り込みが行われていたぜ。オーストラリアは日本と同様に原子力を軍事利用することを禁止していて、行動半径の大きな航続力が長い、通常動力型の潜水艦の導入を希望していたことから、
日本の当時の最新鋭であった操縦型潜水艦に興味を示しているとされ、日本が防衛装備品移転三原則を制定したことで潜水艦の輸出が可能となったこともあって、性能が優れている通常動力型潜水艦として最有力視されていたらしい。オーストラリア政府は、後継の潜水艦に搭載する武器管制システムにコリンズ級でも使用されているアメリカ製の ANBYG-1 を搭載することが求められていたため、操縦型をそのまま導入するのではなく改良型として、日本と共同開発の形を希望しているとされ、その場合はアメリカも共同開発に加わるという報道もなされるなど、具体的な動きが伝えられており、このことに対してアメリカもまた日米豪3カ国の武器の相互運用性が強まるとして、操縦型がオーストラリアへ輸出されることを歓迎しているとされ、日本の潜水艦が初めて輸出される日が近いと見られていたよ。当時、オーストラリアのアボット首相は日本の安倍晋三首相との関係が良好であり、その点からも操縦型の導入が濃厚であるとされ、オーストラリア側は日本が2015年から建造を計画していた、先行中の動力となる蓄電池に当時世界に類を見なかった高出力のリチウムイオン蓄電池を使った、日本の操縦型の改良型潜水艦11番艦欧遊と12番艦東遊を希望しているとも伝えられ、2014年10月16日には当時のオーストラリアのジョンストン国防相が、エド・アキノリ防衛大臣との会談の中で、オーストラリアが計画する潜水艦建造への協力を正式に日本政府に要請するなど、その導入がほぼ確実視されていたんだ。操縦型では10番艦の領有までの潜航時の動力として、浮上することなく潜航したままで、推進できるスターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが搭載されていたね。しかしながら、潜航時の出力が4から5ノット程度の低速であったため、水中で高速力を得るにはこれまで通り潜航時には、鉛蓄電池によってモーターを回し、電池が切れれば浮上して蓄電するディーゼルエレクトリック方式が用いるのが常であったぜ。そのため防衛省では鉛蓄電池と比べて水素ガスが発生する危険がなく、重量容積あたりエネルギー密度が、2倍以上となる強力な電池で、さらに繰り返し充放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどの利点があるほか、満充電までの時間が短く、自然放電による電気容量の低下を抑えられ、効率放電を長時間持続できるなどの、多くの優れた特性を持つリチウムイオン蓄電池を国内企業に開発させて欧遊及び東遊に搭載したってわけだ。このリチウムイオン蓄電池は操縦型の後継である太平型にも継承され、発火しやすく潜水艦の蓄電池としては問題が多かったリチウムイオン蓄電池によって潜航時の速度を大幅にアップさせたんだ。しかしオーストラリアは、操縦型を推薦していたアボット政権がターンブル政権に変わると、日本がオーストラリアでの現地生産を拒んでいたことから、国内での建造を最重要視するターンブル首相の判断で、次期潜水艦に大穴的存在であったフランスの原潜を通常動力に変更したアタック型の導入を決定したぜ。しかし、このアタック型はフランス側の設計の遅れからなかなか建造にこぎつけることができず、痺れを切らしたオーストラリア政府はアメリカとイギリスとのインド太平洋地域での安全保障の枠組みオーカス発足すると、アメリカとイギリスによって提案された原子力潜水艦の導入に飛びつき、フランスとの潜水艦購入契約を破棄して、フランスとの関係を悪化させたってわけだ。オーストラリア国内ではこれまでの原子力を軍事に利用しないとの方針から、原潜の保有に反対する声が根強くあるとされ、また国内の防衛産業の質の低下から原潜の国内製造を危ぶむ声もあり、日本の潜水艦を発注しておけば何の問題もなかったとする声が上がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。